由日巡长春和台湾长春共同举办的富邦养德长春日巡赛，总奖金高达4000万日币，吸引各家好手前来抢金。其中包括今年52岁、去年日本长春排名第二的米山刚。现在就让我们来看看这位可爱的日本资深选手怎么看待台湾美食以及双方的合作关系。日本プロゴルフ協会会員の、米山剛と申します。よろしくお願いいたします。台湾に来るのはすごく楽しみで、台湾のお料理すごく、自分の口に合ってます。昨日も中華に行ってきました。はい、今日よろしくお願いします。はい、はい、昨日もう行っちゃったんですけど、まあ、小籠包食べまして、また今週食べようと思います。はい、美味しい、すごく美味しい。いや、もう本当フーボンさん、また、ルーさん、そして倉本会長ね、本当に、みんな仲良くしていただいて、私たちもこう台湾に来れる機会を作っていただいて本当嬉しく思いますし、また素晴らしいね、このリンクのコースで、トーナメントが開かれて、すごいハッピーです。はい、頑張りたいと思います。特徴ですか。いや、みんなねすごい選手ばっかりなので、まあ、僕が言うことではないですけども、まあ、素質がねすごくある人がもっとこう正しい練習をすると、すごい選手になるんじゃないかなって思います。僕が言うことじゃないんで、あまり多くのことは言えないんですけど、はい、あ、そうですね、まあ、台湾のちょっとシステムがわからないんですけども、おそらく恵まれているような感じで、まあ、今回もジュニアの、ね、子たちもたくさん、プレーしてますから、すごく台湾のゴルフ協会はジュニアにもすごい力を入れてるなっていうのを感じますし、まあ、あとは正しい練習、いい先生に巡り合うこと、そして、正しい練習とトレーニングと、をやれば、きっと素晴らしい選手が出るんじゃないかなと。でも、ね、台湾の選手はもう本当昔から素晴らしい、選手が多くいらっしゃいますので、もう僕が小さい頃からもよく知ってるプレーヤーばかりなので、まあ、台湾はすごくゴルフがレベルが高いと思いますので、我々日本のジュニアもね、頑張らないといけないなと思います。はい。